これ、動物、また動物の話ね。赤ちゃんもそうだと思うんだけど、こうね、歩くときに、ここ顔上げて、上げないですよね。だって、まあ、そもそもで、顔のつき方が違うからね。二足歩行と四足歩行で。だこの状態で行くわけですよ。そう、目のついてる位置が違うから、そもそもでね。で、それで、こう、顔を上げると何が起きるかっていうと、例えば、これ、じゃあちょっと僕、プランクやるんで、松本さん押してもらっていいですか。うん、横から。横から、横から。うん。これ、結構強いでしょ？で、これ、顔を上げると。こうやってね、弱くなるんですよ。顔を立てると、骨の連結がなくなる、骨のつながりがなくなるんで、筋肉のつながりもなくなるんですよ。テイクオフで、こうやって顔を立てると、まず、この肩甲骨って、こう、テイクオフだったら前回転して動かしていきたいんだけど、こうやって、歯車の歯がこうガチャ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 って噛んじゃう感じになるんですよ。関節で言うと。だから、腕を伸ばすのが、ちょっと、しんどくなるんですよ。それを無理やり筋肉で動かそうとする。だから、体がおかしくなる感じ。で、あとは、うなじを立てて、やってみる。と、顔を立てて、やってみる。重さが全然違うはずです。この顔を立てると重たいじゃない？うん。このうなじ立ててる感じをしっかりと自分の中に覚えておいて。ね、重さが違うじゃないですか。で、この背骨から手のひらに伝えるっていうことを意識してやってあげると。で、しかも、このうなじ立てとくと、シューンって前に出てくるんで。ブレイクが早いなみなんて、もうこんな感じでやってあげる。うん。もう目が落ちた。いかに無駄な要素を減らしていくかなんですよ。よしとけないんですね。こうやって見ちゃダメです。で、こうやって見た瞬間に周辺視野が大体なくなります。周辺視野で捉えている情報っていう方がもっと情報量多いんで、物事がパッキリ見えた瞬間に、観の視床下部っていうところのある松果台っていうところからに情報が入んなくなります。何かをやろうとしてると、そっちに意識が行くんで、いろんなところがパーって。つながりがなくなる。で、感覚としてこういうのを覚えていくっていうのがポイントなんですよ。